ております。別に連続配信をしたくて頑張ってるというより、ショールームをする寝癖ではありません。ショールームをする余裕があったのでショールームをした感じ。全然別にまだ受け取れてない方もいると思いますけど、もうね、ほぼ受け取れてるのでは。この間苦手なんだよ、このコテが苦手。ダライヤさん、カンさん、ありがとうございます。あ、そう、再販中です。本当に最後ですよ。泣いても泣いても笑っても別に泣くことないか。支払い忘れもちょっとだいぶ痛いですけどね。バンチャさん、ありがとうございます。マルミさん、ありがとうございます。さんまさん、ありがとうございます。横浜当落でしたけど、どうでしたか。そう、相変わらずというか、ありがたいことに2部が30日の2部、本当に最後の日が、何、最後なのでっていうか残りわずかなので、ありがとうございます。横浜無事当選良かったです。なんだっけ、カツリンさん、ありがとうございます。よいしょ。 OK、 無事に当選いたしました。良かった。皆さん、でもやっぱり外れてしまう方はいたのでしょうか。あんま把握はできていないんですけど、一部はもうしょうがないみたいなとこありますよ。ぜひよかったら、待ってますね。こんばんは。お話し会って楽しいの？楽しくなかったら私は言いません。そう、最終受付ですよ。今日から金曜日までの期間が最終なんです。紳士な羊さん、ありがとうございます。30日取りました、ありがとうございます。だからまあ実質本当に最後なんですよ。それでだって油断しててさ気づいたら金曜日の午後とかになってたら終わりじゃん。そういうことです。支払いっていうか応募忘れたら終わりじゃん。池のグッズ届いた？よかったよ。いかがでしたか？どうでしょうか？まあそれで後悔されても困るんで。そうね。ダーツプロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ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 。今日はマジで暑かった。本当に暑かった。世の中の人どうやって生き抜いてんだろうぐらい暑かったね。ぐらいしようかな。靴下可愛かったです、ありがとうございます。パーカーは冬になって使いましょう、一緒に。よろしくお願いします。お、めっちゃ上がったよこんなに違う。今日はびっくりするぐらい暑かったよね。ダーツプロさん、クマありがとうございます。クマ、ビューラーって大事なんですよ。知ってました？知ってましたとか知らないか知らなくていいか。でもビューラーしてる方がお目目はバッチリ見えます。だから大事。
今日は持ち歩いてたコスメがユーピンクだけだったので、ユーピンク気になり始めました。じゃあお話し会をお待ちしております。タオスさんありがとうございます。どこのビューラーですか。リリミューのビューラーです。こんばんは。まぶたは挟まないですよ。なんかね、挟まないもんなんですよ。なんでメイク、ショールームしてるからだよ。ショールームしてるからだよ。ショールームしてなかった別にそんなすることあんまないんですけど、メイクしてたらショールームする気になるんです。シンさんありがとうございます。あ、ゆっくり意見見ますって、ありがとうございます。嬉しいね。スピンはでよくない、ね、どうせショールームするならメイクしてた方がいいんじゃないっていう感じですね。すっぴんが悪いとかいいとかそういうのは別にないんですけど、そうですね、そんな感じです。理由としてあげられるのはだってメイクしたいじゃんっていう思考です。別にめっちゃ特に意味があるわけじゃない、めっちゃ意味があるわけじゃないけど、したいからメイクしてます。以上ですって感じです。すっぴんが好きとか言われたとしても、メイクしてる子にすっぴんが好きって言われても、別にメイク今から落とすわけじゃないからしょうがないじゃんしょうがないじゃんっていう感じですね。想像よりでかかった、よかった。いや、そういうもんなんですよ世の中。そういうもんですよ。ツッピンいい悪いじゃなくて、ツッピンがいい悪いっていうよりかは、ツッピンとは別でっていうこと。そう、ツッピンとは別枠で考えることが大事大事ってわけじゃないけど、ツッピンと別枠で考えてた方が何なんだ、気の持ちようが違う。ダーツプロさんありがとうございます。こんばんは。絶対明日も暑いよね。やばくない？だってメイクは誰かに言われてするとはそんなに。最近はアイス食べました。わあ。でもさ、もう7月ですけど、7月ですよ。焦りません？皆さん最近7月になってしまうって思って焦ったことあります？私はもう焦りましたよね。普通にもう7月って感じ。もう2023年も後半。いや、それな、やばくない？だって2023年の一番最初はサンリオフェスでしたね。上半期終わっちゃった。あ、めっちゃ飛ばしちゃった。これ飛ばした、今飛ばした、びっくりした。サンリオって今年ですよ。ちなみに言うと、こんばんは、びっくり。
いやさすがにね、明けましておめでとうした気はないよ、ないよ、ないけど、そんぐらいの勢いじゃないですかっていう意味ね。サンリオが昨日かって言われたら、まあちょっと昔の記憶ではあるけど、でもやっぱりなんか誕生日からもう3ヶ月経ったって考えると早いんですよ、私からしたらね。待った、ちょっと待ってね。テルルッチさんありがとうございます。くまーん、昨日に引き続きかな。いやーざ、もう暑いよね、もうマジでびっくりするぐらい、遠慮したいぐらい暑い、もうそれだけは言える、本当に暑い。サンリオの時は髪型をツインテールかハーフツインテールに指定されてたので、逆にね、マネージャーさんのご意向で、マネージャーさんのっていうか、なんかまあ新年一発目だったんで、ね、たけしさん猫ありがとうございます。猫まるちゃんさんありがとうございます。そうね、暑いのは苦手です、本当に。またいつかできるように精進していきたいと思います。よいしょ、まあそんな感じですね。まあセミはまだ鳴いてないですね、さすがに。でもそろそろ出てきそうじゃない。トシピンさんありがとうございます、ありがとうございます。ひぴちゃんありがとう。そうですね、あとはないかな。いやあとあります？ないですね。今はお話し会の再販中ですっていうツイートをしようと思ってたらできてないので、マグネット、あ、そっか、アクスタとマグネットとかか、画像は全然できてないです。作ろうと思ってたら全然あのもう無理でした。開けてください、アクスタは使ってなんぼじゃないの。こんばんは。いやでも締め切りは明後日ですよって別に言わなくても、早いに越したことはないんですよ正直。だって忘れられてさ、なんか金曜日の午後になったら今日までじゃないのとか思われても嫌なので、まあリマインド最後にするのは金曜日の朝だろうけど、別にそれが今日までとか言わなくても別に全然チェックしていただきたいことなのでって感じですね。はい、そんな感じです。色濃くしてほしい。いやあれでもなんか結構色味変わったというかね、待ってます。なんか30日の2部が一番今いい感じらしいので、残りわずからしいので、そこをぜひ待ってますね。なぜかというと30日は本当に最終のお話し会なんですよ。まあ泣いても笑っても最後っていう感じなんで、なので待ってます。こんばんは。まあ逆に言うと30日の2部は最後だから、何コンサートの話とかも最後にする、印象に残りたいというか、なんか私の脳に残るのは多分30日なんですよね一番ね、割合的にやっぱり最後に話すから。なのでコンサートの話しましょうね、あとフェスの話とか、8月はコンサートなんで
見納め。ひろきさんありがとうございます。何坊主もなかった。大輔さんありがとうございます。2日間抑えてくれた、ありがとうございます。ぜひ待ってるんですけど、逆になんだろうね、きっと来たいと思ってくれてる方はもう応募してくれてると思うんですよ、やっぱり。で土曜日も2部の方が多分、まあ、朝の早すぎないというかいいのではないかなと。そう、こんばんは。まあ次いつかは分かんないので、だから私にも分からないからさ、何曜日かいつあるかって言われると分かんないから、まあ、会える日に、会える時に、まあ、ぜひ皆さんとお会いしたいなとは思ってますよ。まあ、涼しくなってからがいいけど、絶対真夏日とかにありそうじゃないですか、そういうものってやっぱりね。浴衣です。髪型は別に三つ編みぐらいしかできないから、三つ編み、三つ編みって2個じゃない、2個じゃないのも三つ編みですからね。まあ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 、それはまあ当日話題に、話題は、まあ、別にショールーム来てくれてればショールームの話もできますし、 SNS とか見てくれてる方だったらその話もできますし、誰かとの話とかでも全然いいんですけど、まあ何の髪型するかは当日のお楽しみなので、別に今何するとか決めてないので、逆にそれも楽しみということで、ぜひ。そう、ぜひ来てほしいんですけど、まあ別にね、そんな朝早く間に合わないって方もやっぱりいらっしゃると思うので、いつかまた次のシングルがあればその時にでもって感じなんですけど、どうでしょうか。はい、そんな感じですね。私からは以上です。何か皆さんからありますでしょうか。まあ、いつあるかって言われたら別に私まだ知らないんで、知らないんですけどって感じ。まあ果たして皆さんはいつ会えるでしょうか。ダオスさんありがとうございます。浴衣ちゃんと着付けを覚えてるか分かんないけど、着付けっていうか着るだけだけど、着るだけも難しいからね。よいしょ。イーケンのグッズどうでしたか。写真とかうん、自分で着れますよ。ランダム生写真は面白いよね。私ランダム好きよ。コンプできなかった。うん。
コンプしたよ。お、逆に私がも入ってない人もいるのか。どうなんだろうか。無事揃った。よかった。真夏にはパーカーは着ませんよ、皆さん。冬まで待ちましょう。冬になったらみんなお揃いですね。でもあれ別にさ、普段着れるようなデザインではあるので。私のクレープ。クレープですよ。こんばんは。真夏に真夏にさ、パーカーはやばいよね。絶対やばい。今日は28日か。てるるっちさん、くまありがとうございます。くまありがとうございます。いや、髪の毛切りたい。ダーツプロさん、クマありがとうございます。なんか髪の量増えちゃって、増えたっていうか、なんか毛先スカスカなんですよね。スカスカなんですよね。切りたいな。顔周り切ってほしい。めっちゃ切りに行こうかなとか思ったりするんですけど、迷うな。出て切りに行かないんですけどね、大体。全然行かない。なんか別にそんな不便なことではないの。不便までは行かないんですよね。だから私多分一番長さ的にちょうどいいのは、多分肩下こんぐらいが一番似合うって言われるぐらいなんですよね。さらに増えたっていうか、別に減らしたのが元に戻っただけですからね。大輔さん、ありがとうございます。皆さん美容院に行きましょう。じゃで、でも、顔周り揃えたいかなとは思ったりしてますね。でもどうせ私いつもこんな感じでしょ。こんなことしてるので、髪型いつもこれです。何かあれの時は、公演とかの時は、あと全体撮影の時とか、何か収録とかあればこんな感じの髪型してるんですけど、山の加工直前でとか言うじゃないですか。切りたくなるんですよ。いや、お話し会だとさ、割と髪型変えてるよ。三つ編みかポニテーかぐらいだけど。ケロさん、ありがとうございます。そうね、変えてるかも割と。そうね、前髪は分ける方が個人的にはすっきりして好きなんですけど、でここの骨を長くて奥行きがちゃんと意味はありますよ、こんな長い理由。そうなんですよ。
に知れた。ちゃんとね、多分長さそれぞれだと思いますけど、ちゃんと輪郭に合わせてくれて切ってくれる美容師さんが多いので、ちゃんと気になる人はあるし、ない人はないしじゃない。そんな感じです。そうですよ、ちゃんと髪型には意味があります。カツリンさん、ありがとうございます。編み込みはあんまやったことないかもしれない。編み込み苦手、できないちゃんと言いますよ。長すぎず短すぎず、こんぐらいでとか言ってる。そうね。ゆきかなさん、ありがとうございます。で、前髪は根元がって感じかな。話かいさ、何書いてればさいいとかあるんですかね。ありますかね。髪型固定ですよ。だから耳かけです。なんか片耳かけだったんですよ最初。いや、私もう死ぬほど動きもあるのかわかんないけど、めっちゃ顔に髪の毛がかかるのが嫌で、で相談したら両耳かけでいいよってなって両耳かけしてます。こんばんは。そうよ、お話し会参加してみたいです。ぜひ待ってます。あとパシフィコ横浜の7月29、30しかないんですけど。前髪は別にそんな決まってないです。めっちゃ絶対にパツンとかではないです。お話し会受け最終受け最終受け付け両耳かけですよ。ずっと皆さん気づいてますか。私ずっと両耳かけしてますよ、コンサートとか。意外とネイルはさ別にあんまりって感じ。どんなこと話したらいいかな。ショールーム見てるよとかで全然いいよそういうもんですよ。そうよ、でも次の壁車は何両耳かけにしました。両耳かけでした。多分しただから最初はなかったんですよ。最初は右耳かけって言われてて、でも本当に私は左から髪の毛がこうやって落ちてきたりこうなるのが嫌で、顔が膨張する気がしてすっきりしてる方が好きなのでこうなってます。はいって感じです。ダーツプロさん、ありがとうございます。いつ見れるわかんないです。別に何日に変わりますとか言われてないので、でも新体制になってからなんじゃないですかね。やっぱり新体制になってからの方がキリがいいんじゃないですかね。でも私どれになってるかは知りません。別に 何ですとかこれがいいですとかよりかは、なんだろう、方向性、方向性というか、方向性かな、方向性、なんかどういう系みたいな。
申し込みはねまだありますよ、コンサート。そう、本人で決めない、大体そうか、大体決めてくださります。生写真とかも浴衣の時のやつとかも、いや多分撮ったけど披露というか壁写にならない先輩方もやっぱり何絶対にいないわけじゃないとは思うんですけど、そう別にね、うん、何自分が思ういい顔と先輩方が、先輩方っていうかスタッフさん方が見ていい顔、いい顔っていうか、うん、なんかいい感じの顔いい感じの顔は別じゃないですか。そう、ぜひ3時で応募してください。待てます。そう、選んでもらうとみたいな、そうね、なんかどれとどれとどれがいい、なんかこれの方が私は好きですみたいなのはあるけど、基本スタッフさんが選んでくれます。そう、そうなんですよ。なんかその何自分が思ういい顔と他人から見たいい顔って別に違うんですよね。撮影のメール用のオフショットは前送らなかったっけ、クレープ食べてる写真。違いましたっけ、送った気がするよ。ドラちゃんありがとうございます。あった気がするな。初めてのオンラインお話し会は何枚が理想か、だって何枚が理想ですか皆さん。でも、なんだろうね、なんだろうね、新案者はまだ私が聞きたい話ですよ、それは。時系列ランダムじゃなかったよ、多分。今日は撮影しましたみたいな、池のグッズの撮影でしたとか言って。3枚かな、もう3枚が多いよ、2枚も多い、3枚17枚、3枚とりあえず3枚らしいですね。10枚は必要。おお、20枚。2枚3枚がおすすめ。私は別に何枚あっても全然嬉しいんですけど、なんだろう、1枚だけだと初めましてとか、初めましてだとやっぱり名前を聞かないとちょっと始まらない身なので、なんかすごいあれってなる時から、オンラインは、あ、でもどうなんだろうね、どうなんだろう、微妙かな、人によりません。1枚だとね、ちょっと難しいかも。私も1枚だと、あ、初めての方だってなってるから、ちょっとね、ちょっと大変じゃん。ぜひぜひ待ってますね。全部買い占めたら待ってますよ、全然もう喜んで待ってますね。ぜひ30日の2分待ってます。そうですね、1枚だけだと挨拶してよろしくお願いしますとか、そういう感じになっちゃいますね。そう、早口とかになってしまいますと私もね、大変なので、まあまあまあ言うことが思いつかないってそのコメントをしてる
あのね、ショールームを見てるっていう理由で話せますよ。きっと。きっと話せます。何見て、あ、そう、何見てきてくれたんですかとかね。いつ公演に出るのか知りません、私も。正直わからないんですよね。でもオンラインだったら、時間書いてあるので、目安があるので、そう、でもテンパったりしたりしたら、まあ、まあまあまあそういう感じかな。まあ確かに初めての方だとね、気になってしまう方もいると思うんですけど、まあきっと大丈夫ですよ雑でごめんなさい。全然大丈夫だと思ってるんですけど、私は。あとどこに住んでる方が聞き始めるんで安心してください。なんか残り2秒ぐらいで、2秒とかになったら今日ありがとうとかがいいかな。なんか5秒ぐらいで、あの、今日はありがとうございましたとか言われると、あ、まだ5秒あるよと思って不思議な時間があります。20度目ましてです。おお、ありがとうございます。今日も配信しましたよ。そうね、だから何秒あっても嬉しいです。つまりそんな感じです。まあ何回か来てくださってる方は全然あの、うんって感じ、大丈夫って感じ。まあ確かにね、話してる途中で画面が消えてしまうって考えると、あのね、あれだと思いますよ、ちょっと足りないのかもしれない接続切れた後も、え、わかる、なんか消えちゃうってなる時ある。そう、だからまあぜひ待ってますね。こんばんは。ピアノマンさん、ありがとうございます。だるまだ、だるま、あれですよね、あの、でもたまに全然時間あるのに、あの、ありがとうとか言って帰られちゃう方いるんですよ。いや、まだ話せるのにと思っちゃって。そう、たけしさん、ありがとうございます。そう、まだ話せるのに帰っちゃうと思うこともある。実はね、実はそれもあります。なんか服見つけた、明日これ着よう。目の前にあった服を着ます。明日はリハなので、アースの服です。これは黄色い服着る。そう、でも代謝がめっちゃいいのが嫌なんですよね、私。そう、そうなんですよ。こんばんは。そう、まだって思うんですけど、でもその帰りますねみたいな時に、バイバイ、あの、お時間ですって言われてることもあって、緊張して喋れない、全然大丈夫ですよ。あの、ね、本当に緊張してる方もいます。緊張して震えちゃってる方もいる。代謝がいいと痩せるよって思うじゃないですか。別に体重変わんないんですよ、そんな。時間、いや、まあすぐ離れなくても全然いいのでね。
こんばんは。無言な時間はどうしましょうか。無言な時間はなんか身につけてるものとかの話をしたり、そうね、身につけてるものの話をしたり、あの日のあの写真可愛かったとか、あの日のあの服何とか、なんかすごいよくわかんない話でもいいので、ぜひ気になってることを聞いてくれれば嬉しいです。そう、ショールーム最近多いよ。そう、でも本当に前の柵だけは使わないでいただきたい。前の柵だけは掴んじゃいけないらしいので、あれは掴まないでいただけるとお願いします。今日はその髪型、逆になんかお話し会でなんか2回目で来た方が、その髪型だったんだねみたいな方もいるので、全然髪型について触れてくださるのも嬉しいです。服装とか全然嬉しい。そう、わかるよ。目の前かさ、なんかかくるちょっと緊張してたりさ、そわそわしてたりさ、焦ってる時とかに目の前とか物触りたくなる気持ちはめっちゃわかるんですよ。めっちゃわかるんですけど、ダメです、ダメです、はい、ダメなんですよ実は。こんばんは。そうですね、まあとりあえずマイナスなことを言わなければもう何でもいいです。最近どうって言われることもある。最近どうってなるけど、最近どうってなるけど、別に全然いいですけどね。最近どうで、私リハーサルが多くてコンサートの準備頑張ってるとか答えれることはあるので、ちゃんと。抽象的でも別に何とかします。結論、私が何とかすればいいんでしょっていう感じ。マイナスなこと別に特にないです。特にないので思いつかないぐらいのマイナスなことはないので大丈夫です。とりあえず大丈夫ってことです。別にないです。マイナスなことって皆さんがマイナスと思うことは私にもマイナスなんですよきっと。そう、わざとらしく褒める2日間にしてもいいですよ全然。そう、でもね、なんか大体イメチェンした人に前の方が良かったって言っちゃうと、そのイメチェンした人はそれになりたくてイメチェンをしてるから、なんかあ、これ良くないのかなって思っちゃうこともあるんじゃないっていう。私は別にイメチェンしてないので別に何も思わないんですけど、何もないんですけど、まあ仮にの話ですよ。イメチェンした人とかに前の方が良かったっていうと、もうだって戻れないしなってなるね。そうね、だから前の方が良かったとかがマイナスなことなんじゃない、傍から見てるとねって感じです。それしか思い浮かばなかった今。そう、戻せるなら戻したいけどって思いますけど、戻せないんですよ世の中。進んだものは戻せません。はい、以上です。いつも可愛いでしょと怒られるのはいいじゃないですか。どっちもいいけど、けどって言わなきゃいいのかな。どっちもいいよでいいと思う。別に前も好き、前もいいし今回はここがいい、あれじゃない、前のあそこが良くて今回のそこがいいとかでいいんじゃないですかね。そう、コウさんありがとうございます。そう、そんな感じです。
そう、戻りたい時はありますよ、もちろん。戻りたい時はあるんですよ。大人ですか？ありがとうございます。これでもうまだ19年しか生きてないんですけど、直近の活動も多いし、なんかその生誕祭に行ったよってお話してくだ、なんか生誕祭以来あの公演に当たってないんだけど、オンデマンドで見てるよとか言ってくれる人もいる。髪の毛は戻る、確かになら切っていいかなって思っちゃうもん、たまに。そうなんですよね。参考になりますか？じゃあそういう話でもいいですよ。人と話すときにどうすればいいですか？前世の記憶はないですね。あ、でもさ、前世の記憶持ってみたかった。え、前世の記憶ってさ楽しそうじゃない？なんかたまにいるじゃん、世の中においてここ覚えてるみたいに言うちっちゃい子、なんかテレビとかでやってるじゃないですか。あれってどういうさ心理的な状況なのかさ、すごい気になるんですよね。テレビ見てて思うけど。ハトとかだったらどうする？待って、全然考えてなかった。あの動物だったらちょっと違うかも。ミネディさんありがとうございます。前世が例えば過渡期で一瞬で余命というか人生が終わってしまってたら嫌だな。ちょっと面白いわ。前世何だと思います？逆に。セミとかだったら1週間しか生きれないじゃないですか。そういうさね、やつだと悲しいですよ話です。いや、仮に人だったら楽しいじゃん。楽しいかは分かんないけど、どんな人生を生きてたかは分かんないけど、仮に何その人間だとして、だったら今いろんな人生あると思いますけど、動物とか虫とかだったらえってなりますよね。転生した、あ、転生した、でも今から例えば転生したとして何になりたいかって言われたら別にないんですよね。だから前世の最後の記憶だけあって、亡くなる瞬間覚えてるとかだったら嫌じゃないですか。前世って本当にあるかなとは思いますよ、私。でもアニメとか見ると、私転生してる系のアニメ好きなんで、めっちゃみんな転生するから、そう、面白いよねとは思う。そうなんですよね。ひろきさんありがとうございます。いやー、でも私次のアニメのシーズンでなんか見たいアニメが結構あったので、転生系が一番好きなんですけど、シリーズとしては、シリーズっていうかジャンルは転生系が好き。まあでもいろんなのが好き、まあ、世の中転生ばっかなんで。でもさ、夢膨らむよね。そう、転生した、例えば転生した主人公がアニメそのアニメじゃなくて、その世界じゃなくて、ゲームの中の設定に入り込むタイプの転生もあるし、なんかいろいろあるじゃないですか。やり直したい時期ですか？でもちっちゃい頃に戻って何してたかみたいなって感じ。大抵赤ちゃんから始まって、なんか急に前世の記憶取り戻してすごいなんか最強になっちゃうみたいなのが多いですよね、って思うってイメージが多いかな。って思いますね。でもそれも人生において楽しそうではありますよ。転生してみたいとは思ったことはある。転生系のアニメ多い気がするな。こんばんは。なんかな、確かにね、たらればの話なんで世の中。
そうだよ、そうだよね。人生やり直せるならどこからやり直したいかって言われると別にあんま思いつかない。なんかちっちゃい頃に一回戻ってみたいとは思うけど、なんか明確にどこがって言われたらあんま分かんない、かな。あんまりこだわった何日がいいとか何年の何月とかになりたいかと言われたらあんま思い浮かばないから、なんかね、ですかねって感じです。順調かって言われたら別にめちゃくちゃ順調じゃないけどさ、今の記憶を持って戻れるなら戻ってみたいとは思う。あと高校1なコロナじゃない世界に戻ってみたい。高校1年生はなかったんですよ、ギリギリ。まああったんですけど、高校1年生の1年目っていうか12月まで、3月まで、3月からあのコロナが本格化したので、その3月以前ならコロナ禍じゃないので、その時の写真とか見てるとマスクをしないでテーマパークとかに行ってるんですよ。なんかその時代を見てるとどうやって生活してたんだろうとは思ってめっちゃ見たい。だからここから謳歌したいけどさ、謳歌するにもさ、やっぱり一応流行りは流行りじゃん、流行ってるっちゃ流行ってるじゃん。だから難しいものありますよね。いいですよ、こんなよくわかんない転生したら何になりたいとかの話して全然お話変えて。だからその本格的に学校がなくなったのが3月なんですよ。だから2月まではギリあるけど学校はなくなってなかったみたいな感じで、なんかマスクしないとダメ、やばいかもしれないよぐらいだったから、そうなくならないから、まあ世の中全部慣れたら全部一緒になるけど感じですね。マスクはね、肌に良くないので私は苦手なんですよね。肌がこすれちゃうので苦手です。確かにね、リモートが発達してるので今はいいけど、マスクは風邪がひいたら、まあ、風邪ひいてたらしましたよ。でもマスクしてたら肌に良くなかったのでしてなかった。全然風邪ひいたらぐらい。肌が弱いんじゃなくてマスクが弱い、マスクじゃダメ、マスクがダメなのかな。そう、メイクさんにも相談してた。なんか肌荒れた時どうするっていう話になって、マスクがやっぱあれだよねってなって、でもリハの時はマスクしてるんでやっぱり人数が多いし、密室ではないけどさ、そんなめちゃくちゃ換気がいい、めっちゃなんか屋外とかじゃないからさ、そうなんだ。って感じですかね。そんな感じで過ごしておりました。外した方が健康に、確かに。今マスクするとさ息苦しいんですよ外で。もう暑い時にマスクは苦手本当に。まあ別にマスクしちゃ、絶対にしなきゃいけないわけじゃないけど、してる子の方が多いから私はしてます。そう、本当にみんな夏は暑いんで脱水症状というか、何、体調は崩さないようにお話し会も近いのでね、私もリハがあるのでたくさん、そうこの時期にマスクはねやっぱり辛いものがあるので、もうマスクは別に自衛です。寿司ね、一応まあそんな感じですね。はい、まあすでも
まあまあそんな感じです。今日はもうすぐ終わります。何時に終わる？今1時間ぐらいやったんですけど、ちょっと待ってください。果たして私は何分やったんでしょうか。でも今月全然やってないんですよね。だから明日もやりたいんですけど、できるか分かんない。なんか月に10時間ぐらいはしたいんですよね。39分スタートか。そう、なんかに聞いてほしい。今日ショールームしようと思って35分からしようと思ってたの。そしたらまあスマホの充電、これが充電されてなくて、まあ、してたんですけど、ね、多分そうだろうなと思ってたんだけど、そしたらされてなかったので、まあ、充電してたんですよ。そしたら復活したのが37分ぐらいで、でショールームしたって感じです。そう、まあ、皆さん早く終わって早くお風呂入って早く寝た方がいいですけどね。再販は金曜日ですよ。金曜日の昼で終わりです。明日夜とか時間はないわけじゃなさそうだから寝るのあり。いもちゃんありがとう。猫ありがとうございます。まあね、ありなのではと思っておるので、まあもしかしたらできるかもしれないんですけどって感じです。教科習慣です。6月全然やってなかったので強化習慣でございます。でもちょっとダイエットというかマッサージというかストレッチとかしないといけないので、夢に出てきそうだって。あら、明日は何時頃か、いや、やるか分かんないので言えません。別に何時頃からって言ってさ、皆さんが待っててくださって、仮に私がなんかできなくなっちゃったらさ、すごい、待ち損じゃん。待ち損なのでやめましょう。はい、以上です。まあ通知を取ってくれてればいいんですよ。そう、だからまあね、明日配信すると95回だって、すごいじゃん。面白いね私。いや面白くないんですけど、まあ急な配信でも意外と皆さん途中からでも来てくれてるので嬉しいです。ピアノマンさんありがとうございます。でも7月もすでにもうリハの予定が組まれていることもいる日もあるので、まあね、ちょっと厳しいものなんですけど、うん、そうね、そんな感じですかね。あとは、うん、結構あるんですよね。なんかで通知あった？いや、別にツイッターの通知を取ってくれてればショールーム見やすいよって話をしただけです。4回目。今月ほぼじゃない。ほぼじゃない？特別な配信をするんですか。いや別にそんなの決まってないです。全然決めてないんですけど、日曜日は意見なので、でも意見の前にまずリハがあるんですよ。だから無理です。厳しい。で 3,4,5,6 でリハがあって、うんって感じですね。とりあえずね、特別配信しましょう。するんですか？できるか分かんないのに、そんなことは約束できない。まあやるとしたらちゃんとツイートでお知らせをするので、リハ配信はできません。脳がパンクしてるので、その頃には。最近は忙しいですか？ありがたいことに忙しい日が多いですね。
ケーキは食べませんよまだ。あ、あ、推しの子見てない、見なきゃ見なきゃ見なきゃだよ。そう、そんな感じですかね。ちょっと TikTok はしません、まだしません。誰かと撮れば乗っけてもらうんですけど、まだ水曜日ですよ。そんな感じですかね。そう、以上ですね。でも意見、でも意見もなんかな、絶対絶対やることはそうなので、厳しいかも、厳しいかもしれないので、そろそろランキング読んでいいですか。ちょっとそのこんなにギリギリまでやる予定ではなかったので、はい、以上です。もうちょっとで変わるかな、1分待って変わったら、あ、今変わった。いや、そんなに。よし、ランキングを読んでいいですか。変わったのでキリがいいので読みます。ちょっとね、そんな24時までやってたら私の寝る時間がどんどん遅くなってしまうので申し訳ないのですが、ちゃんとツイッターも入れるので、ツイートするので、そっちを楽しみにしててください。13位ダオスさん、ありがとうございます。12位クリスティアノ台湾、清水さん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして11位レイレイちゃん、ありがとう。10位シンシンの羊さん、ありがとうございます。9位コウさん、ありがとうございます。8位大輔さん、ありがとうございます。7位もちゃん、ありがとうございます。6位たけしさん、ありがとうございます。5位ドラちゃん、ありがとうございます。4位しんさん、ありがとうございます。3位てるるっちさん、ありがとうございます。2位ひろきさん、ありがとうございます。そして1位がダーツプロさん、ありがとうございます。さてさて、お話し会のレクチャーじゃないけど、お話し会のお話をたくさんしたので再販期間中なので、ぜひお待ちしております。ちなみに申し込みは今週の金曜日の日昼までなので、ぜひお待ちしております。はい、ぜひ待ってます。ピアノマンさん、ありがとうございます。私の配信は3日目でした。皆さん、いい夢を見てください。って感じですね。すごい、だるまがたくさん来る、ありがとうございます。イーケンのグッズも届いたよって教えてくれれば嬉しいです。あとお話し会の申し込みした方も待ってます。ありがとうございました。バイバイ。